無理だわ、もう。バナナ置いてんとこに来たら無理だろうよ、敵を尾行してるやつ。無理だろうよ、まずよ。早く終わるか、ウルタウェア使ってるの可能性があるんだよ。でもな、これアロンかもしんねえんだな、普通に。色は赤だけど。
れ、あれが入ってんだ。あれやってもらわないともう無理だろ。違うのかよ。俺が音聞こえなかっただけ。中流が入ってるのかと思ったら、もう見したよ、もうこれ中流が。エースの誇り。いいよ。ってことはできないんだよ。ここを回せるかもしれないから、ここまで押せば。知ってるよ。分かっていても引けないんだよ。戦ってる他のメンバーのために引けないんだよ。これがエースなんだよ。自分の脱出ばっかり考えてるやつとチームのために俺は分かってやってるんだよ。もう一個開くんだよ。これがエースなんだよ。デッドバイのエース。これがヒロちゃんの美しいプレイ。できないプレイヤーが多すぎる。こんな基本が当たり前が、本当か、当たり前を忠実にやれないプレイヤーが多すぎる。脱出はもうできねえだろ。そこ開けてくんねえと思う。ファイナルエース。これが俺のデッドバイだ、ヒロちゃん。よし、ヒロちゃんがいれば、チームは勝つ。魂のデッドバイ。これがヒロちゃん。チームのためにゲートを開ける。発電機を回す。チームのために罠解除する。どんな敵でもヒロちゃんがいればチームは勝つ。いい戦いだった。これはだから別にやってわけでもないってことだね。うん、人は違うといいなんだよ。チートだ。これで人狼ゲームできる。最後にヒロちゃんが楽しいゲームをして、そして勝つ。勝つことじゃない、楽しいゲームであったかどうか。楽しい勝った